はい、皆さんこんにちは、のぺんです。飲みながら寝坊申請やっくしょう。さあ、前回はこちら、なんと島津家を滅ぼすことができました。おめでとうございます。パチパチ、かなりね短期間で滅ぼせたんで、いやーびっくりしましたね。で、こっからは九州統一を目指して大友と戦うことになるんですけども、現在大友は毛利と戦っていますね。さあ、ということで今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、こっから大友と戦うんで、この従属関係を切らないといけないんですよね。で、この従属関係を切ると家臣たちのね忠誠が著しく下がってしまうんで、今のうちにねお金貯めて家宝を配っておきましょう。ということでいくぞ。で、重要な家臣たちの役職も上げていきたいですね。そうだな、まずは、お、足軽大将昇進してる。で、じゃあまずは家彦さん。おー、すげえなー、メンツがねいきなり濃くなりましたね。で、新色忠元、あとはそうですね、いやみんな基本優秀だな、やばこれ大友楽勝だと思うでしょ。え、現在さ、大友との戦力差どんな感じ。見てみると、こっちだね。相良家が5万か、だいぶ増えたね。で、大友家は8万。まあ島津の家臣がいればなんとかなるかもってところだけど、維新が全然違うもんな。だいぶうちにデバフがかかってしまう。で、大友と毛利の戦いはどうなるんですかね。いやー、でも毛利攻めきれてないですね、これは。まあちょっと毛利は無理そうなんで、まあなんとかね私たちが体勢を整えて、もう大友を攻めればいいのか。了解了解。で、お金が貯まったら本拠移転もしたいですね。で、家宝も配らねえと。家宝、家宝。いやー、ちょっとな、義久がな、心配なんだよな。あ、で、こいつ、もう家宝持ってんのか、厄介だのいやー、難しいですね。まあ、なので、こちら。勢力目標の総商業をなんとか達成して、五等級の家宝が買えるようにしたいですね。はい、大型の台風が上陸したいです。まさか。いやー、うちどうだ。あー、なんとか大丈夫でしたね、よかった。ふう、もうね、こう災害のね被害がいつも九州でかいんでね。まあなので、ここ阿蘇家の阿蘇神社早めに取りたいですよね。災害被害回避プラス 30%、 これでかいよな。じゃあ本拠移転やりたい。だけど、日の江城までは、いや、ちょっと、もう少しお金がかかるのか。まあ、だったら、大村城とかね、佐賀城とか行きたいですよね。いや、より多くの金がいるんですね。なるほど。ちなみに、日の江城は、あー、全然育ってねえな。なるほど。はい、楽市楽座レベル1を発令しました。OK。で、はい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 。で、これで総商業を達成しました。これで東京はますます発展しましょう。はい、五等級までの家宝が購入可能になりました。まあ、なので、早めにね、高い、等級の家宝を、ヨシヒサにあげましょう。で、今現在、大友が、はいはいはい、毛利と戦ってる。もうここずっと戦ってんな。いやー、だったらね、毛利と挟み撃ちにしたいですよね。いや、あと、そうですね。あ、じゃあ、商人町。もうここ、商人町だらけやね。いいですね。ではでは、お次はこちら、本拠移転やっていきましょうか。お金やっと貯まったわ。じゃあ、日の江城に本拠を移します。はい、お願いします。で、論功交渉、はいはいはい。おー、いいですね。結構みんな順調に出世をしているところでしょう。で、じゃあ、泉城の方は、そうだなー。まあ、ここは、まあ、サンタ君が鉄板かな。はい、いいね。頼んだよ。で、こうしてもろうて、で、日の江城の開発頑張っていきましょう。いや、全然育ってねえ。まあ、しょうがねえ。はい。1、1、で、1。で、兵糧庫とかもね、作っておきたいですね。はい、で、貝たまりました。はいはいはい、新しい貝たまりましたね。ありがとうございます。で、勢力目標、維新を達成しました。パチパチ。で、これで金銭5000。うわー、助かる。じゃあ、
もう一個階級を上げたいですね。はい、じゃあお願いします。引き続き、はい、着手しようか。で、これで維新が150いけば、こっちの政策の制度改新レベル3が発令できるので、で、この上司の入れ替えとかしたいですね。で、士官、はいはいはい、どうぞ。いやー、でもね、オートを攻めるタイミングがちょっとわからんな。現在、戦力差は、相良家が最大兵力6万8000で、大友が10万かー。毛利とね、ちょっと削り合ってほしいんだけどな。全然こいつら戦わねえ。拮抗しちゃってんのかな。で、東の方を見てみると、今川家だいぶでかくなってんな。これは長尾家ちょっとピンチって感じなんかな。はい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 。なるほどなるほど。ではでは、そろそろじゃあ大友攻めていきましょうか。いやー、大友総理にはね、めちゃくちゃ世話になったなー。ということで、明日からは敵でお願いします。大友党名役、もはや無用の長物でござる。はーい。周辺勢力の不振や家臣の忠誠低下を招きます。本当によろしい？全然いいです。行きましょう。許すまじ。許すまじですよね。で、これで家臣の忠誠がめちゃくちゃ下がるんですよ。こんな感じですね。いや、ひどいな。一刻も早く大友を滅ぼさねば。んー、じゃあまずはそうですね、ここ政府で攻めましょうか。3万5000対4万9000。あ、全然いけそうな感じはするけどね。こちらに。じゃあ国衆削って、まあ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 。で、軍団は、はい、じゃあちょっと軍団の方もください。ということでいきましょう。いくぞ。さあ、これで互角か。これで互角か。きついね。さあ、黄金進行とはなんと抜け目のないですよね。私もそう思います。私ですらそう思ってしまう。さあ、とりあえず威風弱が発生させられる部隊が向こうに集まりました。で、このナーセンが到着したら、さあ合戦やっていきましょうか。で、あとは開発の方は、じゃあこっち兵糧庫作って、こっちじゃあ兵糧庫、はい、よし、行こう。さあ、サブタ君急いで。いや、向こうの沿い来てる。で、3部隊来るか。まあだけどうち援軍も呼んじゃってるしね。いや、援軍の方が早いなこれ。まあ、とりあえずこっちの方から攻めてみるか。いやー、それちょっとやめとこう。よし、じゃあこう行く。はい、敵を蹴散らさ。向こうも結構部隊すごいよ。さあ合戦いきます。5対5か。いや、きっついかも。はい、備前新崎の戦いかな。相良義貴 VS 佐伯これのりかな。いきましょう。いやー、これは怖い。さあ、行きましょう。さあ、戦力が拮抗しています。あ、敵方に名のある将はおりません。いないの。さあ、ということで行きましょう。行きます。はい、回戦出品。行くぞ。我が戦。じゃあまずはこっち行くか。高台でこう行って、で、じゃあこう行く。はい、で、こっちはじゃあ高台押さえて、で、こう挟み撃ちにするか。 OK。 まあ、言うて向こうもね、でっかい舞台1万ぐらいしかいないんで。いや、8000いるわ。気のせいでございましたわ。さあ、まずはで、ここの舞台が、あ、そっち行っちゃう。マジで。じゃあこう行くか。はい、さあ、騎馬突撃行け。さあ、一番やりはこちら岡本頼通。さあ、で、ここも挙撃したいね。さあ、なんとか挙撃で早めに兵を潰そう。さあ、急げ急げ。やばい、1万がいる。さあ、どうする。佐賀の良し耐えられるんでしょうか、これ。きつそう。さあ、いけるか。なんたって兵力はうちの方がちっちゃいからね。いや、まずいな。で、そこもと、うん、はい、OK。よしひ頑張れ。よしひ、よしひ頑張りなさい。低いな、ちょっとこれ下がるか。はい、我が武略をな。まあ、しょうがないしょうがない。で、こてて、オッケーオッケー、ナイス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 。で、あー、なんか土壇場で兵力削られた。くそ。で、こう、はい、いざ入艦。きついな。はいはいはい。今こそ我が戦法により、どうする？勝機を見出す時。で、はいはいはい。
勝敗を決めてやりましょう。はい、オッケー。敵を攻め立て。高台取られちゃってる。で、撤退ナイス。でまずそこ蹴ってもらって、でこっち、ここ抜き口を取ってほしいですね。我が武略を持って、じゃあ完全の敵を打ち払う。これはこうするか。はい。選ぶは敵の抜き口を。オッケー、ナイス。喜ばしいですな。でどうか。さあな、ちょっと逃げよう。はい。オッケー。進軍を始め。まあ、しょうがないが、とりあえずこっち、はい、いやめちゃめちゃ近くまで行ってる。で、OKOK、よし、で、こうして、どうか、で、こうして、こうして、こうやな。OKOK、なんとか逃げれる、これで。さあ、どうする。あー、で、よし、サンキュー。そう、うん、逃げよう、頑張った、お前は。あとは任せろ。よう、頑張った。えぐいて。さあ、で、こっちの乃木口壊してる。オッケー、ナイス。よし。だー、サブタ君。サブタ君きついな。オッケー。どうか。で、止めれ。で、手厚ないこっち。で、サブタ君下がって。あー、そっち行っちゃう。どうか。オッケー。あー、こっち。よし。あ、待って。はい、こいつ、この部隊。敵を退けます。いや、半分ぐらいしか削れてないな、クソ。じゃあこう行ってこう行こう。はい、他の要所を制する。いやー削れたな。ああ行きな、行ってお願いだから行ってください。勝機を見出す時、えぐ、で今度はここだな。はい、オッケー。でちょっともうちょっとヨシキを上げるわけにはいかん。要所を手に入れるぞ。で軒口は土壇場でダメだったか。オッケーいいよ。それは悪いことではない。で、こう。道を願います。で、次は、そうだな。さあ、ダーソホ撤退。わあ、やばい。なんたることよ。えぐ。となると、命令を下す。こういくか。はい、オッケー。本体潰そう。我が武略を持って安全の敵を打ち払う。さあ、手厚ナイス。で、ここでこういこう。はい。いざ勇敢。よしいいよ。さあどうする。で問題はこっちだな。今こそ。さあどうする。さあお前がそっちこの高台を取った瞬間に私はこの友人に飛び込む。でこう守らねばなりますまい。さあどうする。あ、こっちも休まんというか。あ、OKOK、 分かった。はい、休もう。どうせそう簡単に土下口は壊さない。うん、まあ向こうも休憩できないしね。オッケー、ナイス。オッケー。で次はこうだ。お指図を頂戴したく。でこうする。先へと向かう。オッケー。さあでこう、うん、でよしき飛び込め。よし、オッケー、回復。よし、さあ飛び込め。この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。さあここで落ちた。オッケー、ナイス。結構危なかった。よし。ただ高木さんの忠誠がちょっと下がってしまったのは怖い。まあでもあいつ病気だからな。まあそんなになんかこう囲い込んでおかねばならないやつもない。さあ威風弱が発生します。オッケーよし、オッケー、いけるぞ。まだいける。まだ参る。なんたることか。よーし。さあ高木さんが亡くなってしまいました。なんということだ。天命か。いやー、いたしかたなし。今までありがとう。短い付き合いだったが。で会員たまりました。 OK。 これで維新が150になりました。ということで制作制度開始レベル3が発令。ナイス。 OK。 これでやるぞ。はい、構わぬ。 OKOK。 これで上司の入れ替えができる。で、伊万里城の方はそうですね、ここは、じゃあ、新納忠元に任せるか。あ、領内問題やってる。あ、じゃあ、炎上寺君。はい、お願いします。ありがたき幸せ。さあ、で、士官。はい、いいですね。島津勝久。はい、島津一族。残り短き命を賭して、さあ、働きまする。さあ、来るぞ、あいつら。いや、結構来るね。結構来るじゃん。怖い。じゃあ、煉獄投与。はい、妙案がございます。
さ、じゃあ合戦いきます。今が動くべき時。3万対1万6000余裕だ。タデの戦い、相良よしき VS 市間だ。秋ザネからいきます。さあここでまた威風弱で、さあ威風を発生させて忠誠をねちょっと取り戻したい。まあ、行きましょう。行きまーす。はい、回戦出品。行くぞ。さあまずはじゃあこっち。はい。存分にで、ちょっと陰道軍団に頑張ってもらいたいかな。これはでこう。お指図を頂戴したか。でこう行って、でこうかな。はい。行くぞ。さあ手柄を立てろ。まあ勝ってはね、もう圧倒的なんでうちが。さあなんとか毛利攻めに必死になってほしいところ。はい、一番やよこちゃん岡本頼氏、またお前ね。いいね、頑張るね。さあで、はいはい、オッケー、拠点たくさん取って。で、そうですね、1600はじゃあちょっとこっち、うん、ちょっと助けてあげて。さあそこ手厚くないっす。オッケー。じゃあとりあえずここじゃあ休憩しようか。はい、オッケー、そこ取った、ナイス。さあ吉井さん打て、いいぞ、ナイス。さあいけいけ、打て打て。今こそ勝機です。さあ向こう再起不能にするんだ。弓兵、さあ弓きた、きたー、我が方が勝っております。さあ鉄砲戦車ナイス、敵を打ち放つ。いいね、ナイス。皆の者、さあ打て打て打て、でこう撤退ナイス。オッケー、じゃあこっちも、はい、お命令をください。あ待って、しまった、見てなかった、ごめん。まあね、見てなかったです。なんたることぞ。さあ国境撃するよ。はい、壊滅。さあ行くぜ。さあここで攻撃できるかな。さあ行ったれ、いいぞいいぞ。いや苦しそうですね。さあカマチ撤退で、こっちよし。さあ、高橋ジョブン撤退で、こっち新手が来た。深水、深水はこっち。はい、要所の守りを固める。さあどうする。さあいいぞいいぞいいぞ。さあもうすぐで潰せそう。いいですね。ですと、でそこ撤退。さあ一間田は撤退です。はい、さあ何とか征服地落としたい。で撤退、オッケー、よし潰せ、できる限り潰すんだ。はい、ゲーこ。さあ潰せるかな、どうだろう。お指図を頂戴したか。いざ、さあ頑張れ。敵の退路を閉ざさん。まあこれで終わりかな。よし、三段に打ち負かしてやったぞ。オッケー、ナイス、よかった、危ねー。さあ全部対撃破でございます。余裕だったね。オッケーオッケー。さあでまた威風弱が発生します。さあどうかな、うん、ここまでも響け。まあ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 、さっきのを取り返したって感じかな。オッケー、なんたることか。さあで、これでさあ観音寺を落とせるか。ちょっと腰兵糧心配。いえいえ、入ってるか。一旦じゃあじゃあサムタ君起動してよ。お指図を頂戴したか。さあいいよいいよ、頑張れ頑張れ、もうすぐで落とせる。城攻め、さあ征服地落としました、ナイス。オッケー、でかした。さあ捕まったのがこの方、肝付き。貴君にはお使いできません。でこの方は味方にしたい。ああいいよ。まあなんか所領安堵だったら全然あげる。ここの領主か。ここがいいの。まあなんか、うん、まあこの辺でいいか。まあ20年ぐらいでどうよ。よし、オッケー、よーし、感謝いたす。まあいいか、オッケー。で、帰還していいですか。そうだね、お疲れ様でした、よかった。さあこっから過酷な大友攻めがね続いていきますけども、今回はここまでにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のべでした、さよならー。